霊夢は、韓国さんが恐れていることを知っているか。すごい抽象的ね。でも韓国さんって自信だけはあるから、そんなものない気がするわ。実は韓国さんが恐れてることがあるらしいんだ。え、あの自信しか取り柄のない韓国さんが？ああ、そうなんだ。しかも、日本が密接に関わっているみたいだぜ。もちろん、すべてにおいて日本の方が優秀だから、韓国さんが恥をかくのは確定ね。正解だ。それじゃあ今回は、韓国さんが恐れている、ある問題を取り上げていこうと思うぜ。今回も楽しみね。まず結論から言うと、韓国さんが恐れていることは、F-35A という戦闘機の整備問題だぜ。相変わらず兵器が関わっちゃってるのね。で、F-35A ってどんな戦闘機なのかしら？ F-35A は F-35 の派生型だぜ。で、F-35 は統合打撃戦闘機計画に基づいて開発された。第5世代ジェット戦闘機に分類されるステルス機なんだ。JSF ってどんな計画なのかしら？ JSF はアメリカの F-16、A-10、FA-18、AV-8B、およびイギリスのシーハリアー、カナダの CF-18 などを、多種類な戦術航空機を代替する新型機の開発計画なんだ。ほぼ同一の機体構造を用い、基本型の通常離着陸機シートール、空母艦載機ケトバー、短距離離陸、垂直着陸機ストーブルという3つの派生型を製造する計画らしい。ボーイング X-32 とロッキードマーティン X-35 との開発競争の結果、最終的な設計には X-35 に基づくものが選ばれ、現在の F-35 となったぜ。他国が作った戦闘機の名前を、悪い意味で日本に広めた韓国さん。迷惑すぎて笑えるわ。まあそんなわけで、基本型の通常離着陸機シートールである F-35A、短距離離陸垂直着陸機ストーブルの F-35B、艦載機 CV 型の F-35C という、3つの派生型ができたんだ。F-35 の特徴としては比較的小型の機体で多任務とステルス能力の負荷。さらには基本設計が同一の機体で CTOL と STOVL を派生させるという、前例のない多任務能力を達成しているという点だな。ますます名を汚した韓国さんが追い込まれていくわ。調子に乗りすぎた代償ね。で、武装の話に入っていくんだが、本機の高ステルス性能を維持するためには、ミサイルや爆弾類の機外搭載は避けて、胴体内兵器蔵の中に、隠し持つようにして搭載する必要があるらしいんだ。ウェポンベイは内部天井と内側扉裏側に1箇所ずつ、左右合わせて4箇所のハードポイントを備え、空対空ミッションでは左右で最大4発のミサイルを、空対地ミッションでは2000ルバジェイダム2発と中距離空対空ミサイル2発を搭載可能だぜ。難しいわね。まあ韓国さんならそういう大事なところをダイエット購入しちゃいそうだわ。そんなわけで、F-35 の武装の説明は終わるぜ。ここからは、F-35A 単体の説明かしら。そうだな、F-35A は2006年12月15日初飛行らしく、2011年5月9日にロッキード・マーティン社から、アメリカ空軍へ本機の納入がされたことが発表されたんだ。で、ここでアメリカ産の有能具合がわかる話があるぜ。さすがアメリカさんね。で、その話っていうのは何なの？初期作戦能力というのを、当初の予定では、2016年12月までに獲得するとされていたらしいんだ。が、アメリカさんは仕事が早くて有能だから、予定より4ヶ月も早い、2016年8月2日に獲得することができたぜ。やっぱりアメリカさんはすごいわ。どこかの韓国さんは仕事も遅い上に、クオリティが低いから困っちゃう。まあそんなわけで F-35A の話に戻るんだが、この戦闘機は3タイプの中では、最も簡素で軽量な構造らしいが、機体の大きさは全長 15.40m、全幅 10.67m で、F-16 の全長 15.03m。全幅 9.45m と比べ主翼が大きく、主翼面積は 47.74m で、F-16 の 27.87m と比べて 1.5 倍となっているんだ。見た目がかっこいいわね。でも、この立派な兵器が韓国産の手に渡ると思うと虚しくなるわ。しかも、A 型は唯一、外付けのガンポッドに頼らない固定武装をして、機
艦砲 GAU-12 イコライザーの軽量発展型の GAU-22A を搭載しているんだ。ガンポッドは、取り外し可能なポッド、または、パック状の容器に収められた機関砲や機関銃であり、固有の武装を備えた、または固有の武装を持たない軍用機に外装式に取り付けられるものだぜ。ガンポッドがなかったら、どんなメリットがあるのかしら？ガンポッドはその外付けという構造上の性質上、反動による振動が大きくなるため、内蔵機銃に比べ命中精度に劣るらしいんだ。また、空力特性の悪化により大きな効力が生じるのも結構問題になってるぜ。つまり、ガンポッドがなかったら命中精度も上がるし、効力が発生しないってことね。やっぱり優秀な兵器じゃないの。そんな感じで F-35A の解説は終わるぜ。で、本編を理解してもらうために、F-35 の維持体制について説明するぞ。わかったわ。この F-35 は、一定の飛行時間が経過すると、大規模なメンテナンスやエンジンのオーバーホールなどが必要だったり、大量生産が見込まれるから、アメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点に、機体を持ち込まないと整備できないらしいぜ。導入国の企業が独自に行うわけじゃないのね。韓国産に限ってはすごく良いわ。韓国産に任せたら故障確定だからな。ちなみに、ステルスをはじめとした、各種性能の維持やブラックボックス等の、ロッキードマーティンしか触ることのできない部分メンテナンス修理、オーバーホール、今後のアップグレード作業を目的とした、国際整備拠 MRO&U の設置も予定されているんだぜ。ブラックボックス、韓国。頭が痛くなってきたわ。歴代のしくじり兵器が頭に出てくるな。で、この戦闘機が整備できる FACO が名古屋に設置されているんだが、どうやらその整備所は韓国産が大嫌いな三菱がやっているらしいぜ。そこではノースロップグラマン製の中央部胴体、ロッキードマーティン製の全部胴体コックピット主翼、BAE システムズ製の後部胴体 IHI のノックダウン生産したエンジンを組み上げ、エレクトリックメイト&アッセンブリーステーションでの工程を経て機体をロールアウトするんだ。要するに航空機の組み立て、修理や飛行試験等を行うっていうことね。その通りだぜ。で、韓国さんが恐れているものって何なのかしら？そうだな、全部解説し終わったから。ここからは口だけ韓国さん、略して KK、が恐れている整備問題について見ていくぜ。楽しみだわ。2019年2月、韓国産国防部傘下の防衛事業庁が韓国も F-35 の整備国に選ばれた、と発表し、多くの韓国人さんが、現在、導入を進めている F-35A を海外へ持ち込むことなく、韓国国内で整備できると勘違いしていたらしい。整備できるのは特定の国の特定の場所だけでしょ、何勘違いしてるのよ。詳細を話すと、2019年2月12日、韓国国防部傘下の防衛事業庁が、米国から F-35 に使用される部品の2段階地域整備業者に、韓国防衛産業企業コンソーシアムであるチーム、ロックが選ばれたと発表したんだ。その韓国さんが選ばれた地域整備業者って？ F-35 の共同開発、出資国と FMS 方式で購入した国には、F-35 運用に必要な保守整備市場への参入が認められているんだ。これは部品修理の作業であって、米国産に選ばれるというより、F-35 を FMS 方式で購入した国に割り当てられると言った方が正しいぜ。で、これも地域整備業者と呼ぶので、韓国産が整備ができると主張した根拠はこの部分なんだな。理解力の低い韓国人さんでも、そんなことだけで勘違いしないでしょ。そうなんだ、防衛事業庁が出したプレスリリースを。韓国メディアが韓国も日本やオーストラリアに次いで F-35 整備国に選ばれた、と報道したので、懸念されていた F-35 の持ち込み整備イコール、重整備、の問題が、解決したかのように勘違いした韓国人さんが多かったんだぜ。つまり、韓国メディアも無能だし、鵜呑みにする韓国人も無能だし、韓国産政府も無能ってことでいい。いつものことだな。で結局、その後の報道で、韓国産が受注した F-35 の部品整備の規模が、年間100億ウォン、約9億円、に過ぎないことが判明したが、大きく報道されることはなかったんだ。
そして2019年5月になって、韓国メディアさんも韓国も F-35 の整備国に選ばれた、との内容について、詳しく報道をするようになり、勘違いをしていた韓国人が大きなショックを受けたらしいぜ。どんまい、韓国さん。っていうか、韓国も F-35 の整備国に選ばれた。って、めちゃくちゃ嘘じゃないの。そうだぜ、実際チームロックは、たった46個の、部品に対する整備権限を割り当てられただけで、年間売上にすれば100億ウォン程度に過ぎないんだ。韓国空軍さんが40機の F-35A を1年間運用するための費用は約5000億ウォン。1機あたり約125億ウォンもの費用が必要で、これと比べると、韓国産が整備を行える範囲がとても小さいことがわかるな。で結局、整備できるというのは嘘なの。そうだぜ。高価な F-35 の機体や、エンジンの整備は、日本やオーストラリアにある整備拠点で行われ、韓国産は F-35 を構成する部品の一部のみを整備可能だと報じているんだ。まあ、雑魚みたいな仕事するし、仕方ないわね。で、韓国産の野党、正義党所属のキム・ジョンデ議員は、このような状況について、私たちにとって最悪なのは、私たちの F-35A の機体やエンジン整備を、日本が拒否するという屈辱的な状況が訪れることだ。これは現在、悪化の一途をたどる韓日関係を考慮すれば、十分、現実に起きる可能性がある。このような状況が訪れる前に安保の対日従属、という最悪の状況を防がなければならない、と語ったんだ。うん、フラグにしか見えないわ。しかも皮肉なことに、どうやら韓国さんは日本よりも優遇された頭頂点だったんだぜ。さすが韓国さん。今日も絶好調ね。もともと、韓国さんは、次期戦闘機を選定する際、F-35 は高価すぎると叩き、価格を引き下げられるか、どれだけ米国さんから見返りを引き出せるか。この部分に韓国メディアさんも、韓国人さんも、最大の関心を寄せていたんだ。で、見返りを引き出すどころか後ろを向かれたと。日本が F-35 を国内で組み立て、生産する方針を取ったから。韓国産は日本に比べ、F-35 を安く導入でき、ロッキード、マーティンと、韓国型戦闘機 KF-X を開発するのに必要な、革新技術 AESA レーダー、赤外線探知装置、光学標的追跡装置、電子妨害装置を統合するための技術移転を行う約束まで取り付けたので、韓国は日本よりも優遇された、と頂点になったというわけだ。韓国は日本よりも優遇された、優遇されたとは言っていない、ってやつね。ちょっと何を言ってるかわからないが、その後の結果は、周知の通り。韓国産への技術移転は米国政府に拒否され、F-35 の整備問題が浮上すると、日本のように、目先の金を惜しむのではなく、長期的な展望を持って整備拠点を、なぜ誘致しなかったのかと手のひら返ししたんだ。とにかく目先の結果にこだわり、必要な金でさえ出し惜しむのが韓国人さんだからね。投資とか絶対向いてないタイプだわ。言われてみやそうだな。っていうかどうせ、長期的な展望を説明しても、多くの国民が理解できず、少しでも高いと感じれば、誰かがポケットに金を入れてるイコール国防不正だと大騒ぎする国で、F-35 導入当時に、金のかかる整備拠点の誘致を推進しても、米国で整備受ければ、不必要な金だと一蹴されていただろうな。まあそういう風に教育した、韓国さんが悪いんだけどね。で、2020年7月1日に日本の NHK が、愛知県にある三菱重工業の F-35 最終組み立て施設が、アジア太平洋地域の国際整備拠点として運用が開始されることとなり、この施設は航空自衛隊の F-35 だけでなく、在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れる予定だと報じたことで、くすぶっていた韓国産の F-35 整備問題に火がついたんだ。正直、日本に韓国の戦闘機は来ないでほしいわね。で、韓国産のコメントは、韓国メディアさんはすぐに F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の国際整備拠点利用に関して、日本や米国からの正式なオファーもない。と韓国空軍関係者さんの話を引用する形で、NHK の報道内容を否定してみせたが、どこで整備を受けるのかについては言及を避けているぜ。
整備したくないならどうするのかしら、使い捨てにする気かしら。日本では整備されたくないので、オーストラリアまで持っていくか。それとも、ロッキード社を韓国に招いて、韓国で整備するか。未だに韓国さんは結論が出てないぜ。日本には来ないんじゃないかしら。彼らが嫌う戦犯企業が運営している整備工場なんだし。まあ、最悪、F-35 は使い捨て兵器にすれば、問題は解決するんじゃないのか。お金がすごいかかるけど。これにて今回の解説は終わるぜ。マリサ、私この問題の解決方法を思いついたわ。どんな方法だ？日本がどうしても整備させてほしいと、土下座してきたって嘘つけばいいのよ。そんな嘘、すぐにバレるだろう。いいのよ、嘘がバレてもいつものことなんだし。裏では韓国さんが、日本に土下座すれば解決だわ。それは、いいアイディアだな。ぜひ韓国さんに教えてあげたいぜ。今回の動画はいかがだったでしょうか？もしも気に入ってくれたのならば、高評価、チャンネル登録をして、応援してくれたら嬉しいです。ここまでのご視聴、ありがとうございました。